2014年11月29日、突如としてこのようなレスが書き込まれた。名付けについて夫婦で揉めてるので相談。旦那が古臭い名前を付けたがって困ってる。女の子を妊娠中なんだけど出してくる名前が古くて子供がかわいそう。候補に挙げてきたのがカオルコ、ヒカ、ユリ。好きな女性作家の名前から一部もらってきたらしい。由来が古臭いおばあさんの名前なんてかわいそうすぎる。私がもっと今風に可愛い名前を提案したら困った顔してくる。子供のためにもどうやって説得するべき？旦那さん提案の名前、私は好きだけどなぁ。うちはめいめいで出産後も揉めたんだけど、最終的に、痛い思いをして産んだのは私だ。とめいめい権をもぎ取ったよ。え、旦那の候補がいいの？褒めるのは年配の人が多くて同世代の友達には古臭くない？って心配されてるんだ。今っぽくなくてダメかなと思ったんだけど、ちなみにあなたが提案した名前ってどんなの？私が挙げた候補はエリン、トリサ、トードリー。最後のだけは自己満が過ぎたかなとは思う。でも作家より往年の美人女優の方が絶対由来はいいかなと。釣りだと言って。一致だけど釣りに見えるほど変。友達は可愛いね。断然今らしくていいよって褒めてくれたんだけど。名前の一文字目に笑って遊戯をつけちゃうと、クラスに同じ妙義の人がいた時に、妙義、笑い、って表記されるよね。ああ、佐藤、笑い、って表記された人いるわう。佐藤だと今までも被りまくりだったろうな。妙義はまずまず珍しいからその心配はないよ。旦那の候補にしときなよ。由来が由来だってのもあって旦那のは引っかかる。作家の名前からって書いたのだけどこれ正直に言うと確か。カオルコ、紫式部。チカ、朝ドラ？になってた人？ユリ、フライパンでケーキ作るネズミ？リス？の絵本書いた人。みんな賢いのを前に出して苦労した人たちのようで良くない気がする。女の子は可愛らしくて愛嬌がある方が好かれるものだって思う。オードリーよ。釣りじゃなかったら決まる害が確実に二人、本人と友人、いることになってしまう。それにしてもオードリーよ。オードリーってギズラだけ見たら緑のブランド名みたいよ。女の子って呼ばれる期間ってせいぜい生まれてから20年だよ。例えば田中オードリー、48歳って考えてみ。あんたの子供は20歳で死ぬの？その先は生きる予定ないわけ？やっぱりオードリーは日本人向きじゃないですか。好きだけどちょっと親の自己満だなって思ってもいたので諦めます。でもエリンとリサは日本人向きで大人になってもおかしくないですよね。読みも可愛らしくて漢字も読めると思うのですが。エリン、ないわう、という常識ある大人はいません。名前が悪いのではなく、つけた親の頭が悪いだけなことを知ってますから。わろたう。そこまで底意地が悪い人は少ないと思う。ちょっと厳しいこと言いますね。田中エリン、48歳。お前さん、鏡で自分の顔見ながら、〇〇、妙義、エリンです。〇〇、妙義、オードリーです。って言ってみ、今すぐ。オードリーは日本人向きじゃないなぁと改めて思った。でもエリンは音がエリに似てるからそこまでおかしくはなかった。がつくから響きがより可愛くていくないですか？結果としてはリサがいいってこと？こういう女の子はとか言い出すバカは、年齢と合わない名前が存在するってこと理解しないから、あんまりそれ意味ないんじゃない？う、やっぱり日本人向きじゃない。好きだけど自己満。そこじゃねえよ。本物のアホっぽいし、アホに育てられたアホの子供をより分けやすくてありがたいわ。アホアホってひどい。否定出てるから人並みは教養もありますから。だから、な、ま、え、か、か、は、い、い、が通用するのは20歳までだっつってんの。50過ぎたババアが名前可愛くても何の意味もないだろ。可愛さだけ求めて名付けようとすんなアホ。お前の子供は大人にならんのか？可愛さだって大切でしょ？地味な名前でいじめられて大きくなったらそっちが可哀想。読みを襟にすればいいの？もうリサでいいじゃん。一番マシに見えるよ。まず覚悟に苦労するような名前はよしてあげなよ。あんたはいいかもしれないけどその名前を死ぬまで書き続けなきゃいけないのはその子だよ。あと今っぽい。でもにこだわりすぎるのも勘弁してよ。その今、って2014年現在でしょ。名前の付け方なんて時代によって変わるものなんだから、普遍的な名前の方が最終的に便利なんだって。自分も子供の名前だからって何か特別なことのように思ってるけど、社会全体からしたら名前ってのはツールだよ。他人と選別するための記号以上の意味を持たないんだよ。役に立たない記号をどう思う？地図や天気図に私流の記号。なんて書いてあったら迷惑この上ないでしょ。社会通念にもっとった名前であることは社会そのものの要請だと思ってほしい。自分も子供が自己紹介するたびに私の親は自己中心的な考え方をする。非常識な人間です。って思われるんだよ。
そんな苦労をわざわざさせたいのかな。すごく真っ当な意見だけど、エリンママかっこ笑いはバカだからわからないと思う。エリンもリサも比較的難しい字は使ってないから書くのには苦労しないよ。リはそう言われるかもしれませんが、小5くらいまでに書けるようになればオッケーでしょ。それに普遍的って誰が決めるの？今風にこだわるなってよく言う人がいるけど、時代が変われば普遍的も変わると思う。由来もしっかり決めてあるから、親の自己満じゃなくてちゃんと子供を思った贈り物だよ。少なくとも昔々の作家から拝借しただけなんて薄っぺらさはないもの。はいはい、好きにしろ。ここではめいてもあんたに賛同するレスはもらえないよ。巣に帰ればか女。すで民営だけどさ、鈴、モリン、って読みは慣用音符って間違って定着したものなのよ。普通に音読みすると霊、余霊とか伝霊とかの霊、ね、鈴、モリン、って読ます場合オリン、を通常思い浮かべるよ。オリンってのは仏具ね。仏壇に置いてあるでしょ。笑うオリンって、何がおかしいの？って感じ。ルリモルモリも関係順位通で出てくる感じだよ。将来電話でお名前、どういう感じですか？って言われてルリモリです。って文言をこと想定してるだろうけど、そんなもん空でかける人そうそういないよ。ですね、おうへんですね、距離モリってわかります？あれの左側の、って言わなくちゃいけないの。一生、社会の要請って意味わからなかった。義務教育課程を卒業した程度の学習能力で読み書きできる字。ってことだよ。読めても書けないんや。苦労するのは本人じゃなくて周りなの。はっきり言えばそういう名前は迷惑なっつってんの。ああ、親バカじゃなくてバカ親の方だったんだ。って思われるんだよ。その子、時代が変われば普遍的も変わる。って、脳みそ耳の穴から転げ落ちて犬にでも食われた。変わらない価値観だからこそ普遍的、なの。人を殺しちゃいけません。人の物を取っちゃいけません。これさ、どんな時代でも変わらないでしょ。名前とはその人を識別し認識するための記号。っていう意味合いはどんな時代でも変わらないんだよ。様々な場面で識別されるでしょ。日常を生きてれば、その都度これはどうを読みすればよろしいのですか？なんて言われる人生を、与えたければ与えれば、自己満足以外の何者でもないけどね。それ、親の品と教養の程度が知れるだけだから、好きにすればいい。カオルことユリはどうかな？って感じだけど、チカちゃんって字面も響きもすごく可愛いと思うけどな。リッチのは全部論外だわ。これだけみんなに言われてもわからないだろうけどさ。まあ、自分もこう不幸にしたいバカ親据えてるからね。多分、働いたこともないし、他人の身になって考えるって想像力もない人なんだろうけど、これだけいろんな人にそれはないって言われ続けても、それが全く理解できない残念の海そなんだろうね。みんな義母さんや母みたいにきついことばかり言うね。バカとかアホとか簡単に言えるってひどい。私だってちゃんとお腹の子のことを考えて名前を考えたのに泣けてきた。なら子供が苦労しない名前つけてやれよ。子供は親にとってはいくつになっても可愛いが、他人からはただのその他大勢の一人に過ぎん。今の批判のコメント全ては一般的な反応。社会に出ればその名前でもっとひどい目に遭うかもしれない。子供の一生の幸せを願うなら、誰にも後ろ指さされないような常識的な名前をつけろ。あんたがつけようとしてる名前は、親がバカだから私もバカだよ、と宣伝してるようなもん。とりあえず、筆ペンでご祝儀袋にフルネーム漢字で書くことを想定してみれ。リサとかリンとか、書いたら真っ黒になるから。あ、今の子が大人になる頃にはご祝儀とか筆ペンとか廃れるとか言わないでねう。はるかでパルルってニックネームつけるとかあるんだから。どうしてもエリンとかオードリーとか呼びたかったらニックネームとして勝手に呼べばいい。可愛いからってそのまんま名前としてつけるのはペット感覚だよ。可愛い、愛嬌がある。そういう名前がいいならアイちゃん、でいいじゃないか。エリンなのオードリーなのに可愛さも愛嬌もみじんもないし、全くもって意味不明だよ。なんなや親に反対された名前をここで肯定して欲しかっただけだろ。意見を聞きたかったわけじゃなく、自分で考えた名前が正しいって後押しが欲しかっただけだから、どんな真摯な指摘も耳に入らないんじゃない。仮にここまで否定されても、ただの一回肯定的なスレがついたらその意見のみを取捨選択して自分で考えた名前にする言い訳にするだけだな。エリンってよほどの美少女じゃない限りあだ名はエリンギになるよ。そこからキノコまで進化する可能性もある。それでいくとオードリーの方は絶対トゥースだよね。あの芸人あと5年は持つだろうし、子供が物心つく頃ならテレビに出てると思う。子供はいろんな人にトゥーストゥース言われんだろうな。多数のお叱りを受け、スレから姿を消したエッチ。
それから4日後、まさかの人物がスレに書き込みに来ます。前にここで下名付け相談の結果を報告してもいいですか？どうぞ。お言葉に甘えます。笑い鈴でイリン、桜鳥でオードリーという名前を相談してた者の夫です。出てくるのもあれかと思ったけれど、先日は大変お騒がせしました。いろいろあって不安定だった妻が落ち着きを取り戻しました。今はと鈴花と書いてリンか、もしくは鈴か、価値かのどちらかを選ぶ段階です。ここで妻が相談した後で揺らぎ、一度きちんと家族と信用できる人を交え話し合いました。結果、妻も目が覚めてオードリー党を押したり嘘で脅かしたりしてきた人たちとの縁が切れました。今回の件で母親教室は夫も出向いて慎重に選ぶべきということを学びました。下手なところへ行くと、ろくでもない人たちが混ざってるんですね。皆さんもご自分や奥様の周辺をよく気をつけてください。我々にはその注意が足りていませんでした。旦那さん、お疲れ様。いい名前になりそうでよかったね。でも一個気になるんだけど、ろくでもない人の意見に引きずられるってことはやっぱり本人にその要素があるってことだからね。あなたの奥さんかなり日本語通じない感あったから、これからもトラブルから遠ざけてあげた方がいいですよ。おお、旦那さんか。とりあえずまともで可愛らしい名前に落ち着いてよかった。きちんと話し合ったらなんとかなったんなら、これからも旦那さんがしっかりと対話を心がけていけば大丈夫かもね。いい子を育ててお幸せに。ありがとうございます。日本語が通じない、というよりも話してみると追い詰められていたような雰囲気でした。どうも母親教室の人たちに近隣の保育園の子供の具体例を挙げ、普通の名前はこの辺りじゃいじめられると脅されたらしくて、妻は素直というか人を疑わない立ちの人間なので大変驚き、でも私が仕事で忙しくしていて相談のタイミングがなくて、余計不安になったみたいです。そこに私たちが教えてあげるという風にアドバイスと称し、いろいろ吹き込まれ煽られた結果があれですね。他人が幸せにしていたらそれを壊したい人たちが近所に複数存在していることが怖くなりました。他の人が理論的に悟してあげててもガンとして聞かない態度だったもんね。素直って言っていいのか。今度から旦那さんがしっかり前に出てあげた方がいいだろうね。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。